皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はモンスターハンターストーリーズのガチャをしていきたいと思います。ライダーさんベリオロスを討伐するイベントがみんなで冒険で開催です。でこのイベントではステージの初回クリア報酬でモンスターの巣の地図やゼニーがもらえます。さらにステージクリア時には金色に輝くドロップアイテムが手に入るかもしれません。S 確定地図のかけら金、難易度が高いほどドロップ率もアップします。 S 確定オトモン の巣の地図金と交換できます。 S ランクの亜種オトモンと必ず絆を結べます。すごいな。金地図の傍ら金、難易度の高い、まあここは飛ばしましょう。というわけですね。では早速ガチャをしていきたいと思います。できたで、ガチャをしでは早速していきたいと思います。これさて何が出るんでしょうか。いきます。さて何が出るんでしょうか。楽しみですね。あれ、さて何が出るかな、何が出るかな、タラタタンタンタラタタン。おう、ナビル、さて何が出ますかね。おお、何が出ますか。おお、卵からアグナコルトが、アッシュが生まれました。お、 S ランクですね。やりました。よし、では OK 押します。得意技は、フージチェイサー突進ですかね、発音的には。よし、では続いてお供に投稿します。さてどうなるでしょうか。やっぱやめます。 OK というわけですね。結構レアなやつが出ました。というわけで今回はこの辺で、モンスターハンターストーリーズのが、で、ベリオロスのガチャを終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。